岩手県立小塚田高等学校は、岩手県市和郡矢幅町にある県立高等学校。岩手県立盛岡南高等学校との統合により、2025年度をもって閉校の予定。1988年4月、社会の変化に対応し、生徒の個性を伸ばす教育を推進するため、普通科に人文学系、理数学系、芸術学系、外国語学系、 体育学系の5つの学系制を導入した学校として設立された。中間部聖火部冬服の3パターンがある。向かい、鶴の外輪に、剣木の松の葉を配し、中央に、甲を据えた。地色は緑、鶴は白色、甲と松葉は金。鶴のデザインは、南部科の家紋を基調とし、そのイメージは、校訓の自由、創造。 気象を象徴するとともに、小塚田高校の特徴でもある学系を表している。また、外輪に連接する5体の松葉は5つの学系を表すとともに、学系間の連携と団結を意味している。JR 東北本線、八幡駅より、学習指導要領においては、課外活動である部活動の出欠は、 所属部員生徒の自由意志で部活動の入隊は生徒本人の任意であるとされる。しかし、当外校では顧問教員が部員生徒に対する入り退部の権限を持ち、保護者らもそれを是としていたとされる。事件発生3日前、男子バレーボール顧問が男子同部員に対し退部を強要する指導が行われる。2018年7月3日、早朝、 三年生男子バレーボール部員が自宅で自殺。岩手県教育委員会は、同年7月から8月にかけて、在籍生徒や教員に聞き取り調査を実施、同部顧問で40代男性教員による過剰な指導と出席があったとされる。お前のせいで負けたなどと発言していたこともわかっている。調査結果の報告を受けた両親は、部活の顧問が自殺の原因ではないかと訴え、 詳細な検証を求めた。校長は男性教員に行き過ぎた指導は見当たらなかったが、学校として落ち度はあると述べた。同男性教員は2008年に男子バレーボール部顧問を受け負っていた前任の岩手県立森岡第一高等学校で暴言を吐いたなどとして2015年、元部員だった20代男性に訴えられ、 森岡地裁は過失を認めて医者料の支払いを教員に命じたが、当該顧問は判決を不服として、当時、控訴審で係争中であった。在籍生徒や、その保護者などからは、同教員への現場復帰の声も大きく、同校や同顧問は、自死に至った直接的な原因を否定、同県教育長は可能な限り保護者らの意向に、総用を図らうとしながらも、それは、 困難な胸を述べ、第三者委員会を設置したとする。ありがとうございます。